今回は長くなると思うから無駄な前置きは省きます。はい、バケツです。 5.5 リットル。今回はね、これでラーメンを作りたい。よいしょ、買ってきましたよ。マルちゃん製麺、マルちゃん製麺、マルちゃん、マルちゃん、マル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 ちゃん、こじき、こじき、神様がお尻の穴から食べ物を出す物語です。ぜひ面白いので読んでみてください。結局前置き長くなったな。ということで作っていきます。8袋あるので、お湯は4リットル、ティファール5つ分。1、2、3、4、5、ギリギリだな。とりあえず加熱。洗濯物干さなきゃ。バカ、パンツっていう茶番が一回やってみたかった。お、オッケーオッケー、沸いた沸いた。じゃあどんどん麺入れてきます。これダメだな。じゃあこっちの方にスープを作ります。そしたらこの、どうすればいいんだこれ。うー、ちょちょっとずつ入れてって、よし、いけるうわうわ、いや、こぼしすぎだよ。こんなことにプラスウォーター使いたくない。ということで完成しました、バケツラーメン。やべえ、間近で見るとインパクトがすっげえ。一回はやってみたかったことだから、いただきます。もうちょっとちっちゃいバケツでもよかったな。うん、片付けてる間にもう麺伸びてる。まあ味は美味しいです。やんなきゃよかった。あー、しかもこれ時間かけるとどんどん麺が増えてくね。これさ、明日の朝食わない？ずるずる。どうも、織姫です。毎日ラーメン地獄の生活居残り編ということで、まだやってるわけですけれども、まだまだ全然余ってます。これからなくなるまで毎食ラーメン食べていきます。なんか声が出ないな。血圧やばそうだからトマトジュース飲みながら食ってきます。めっちゃ伸びてる。学校行ってる間にちょっとお腹空いたから食えるかな。お、お、食ったこれで。スープは飲むのかな。まあ、極力塩分の摂取は抑えたいんですよ。まあ、だったらラーメン食うなって話ですけど、すする TV が飲んでたら俺も飲みます。マジですする TV、 トラ食堂来てた。マジか、そんなに虎食堂って美味しくないぞ。あ、飲んでない、飲んでない、あ、飲んでないよ。ということで今回はバケツラーメンっていうのを食べていきました。てか、なんか今日声おかしくね。インスタントラーメンばっかり食ってるとハゲると思うんで、本当にしばらく俺インスタントは避けるようにします。パンツはもう一回洗おうかな。はい、もう取った人にあげる。ほい、